今日は6番手の位置で10キロ目目で上位狙ってきます。残り2周7番土屋ずりが一番後ろから、初日は2コーナーからまくったんですが合わされてしまいました。今日は一番後ろからなんですが、うまく流れに乗って伸び足を見せたいところです。1センターから2コーナーに向かってきました。ルーキーの2人が依然として前、6番の青木美1番岡本里奈、注目の5番尾崎睦美は4番手、後ろは3番佐藤由香が続いている3コーナーのカーブ、6番の青木美穂がこのまま先行になっていくのか、一番後ろから7番土屋尻が動いてきました。合わせて4番板根彩もその動きに乗れる感じになっている。5番の尾崎睦美も踏んでいるんですが、7番土屋尻が今日は先行勝負に出て、うまく尾崎が2番手に入りそうだ。尾崎が2番手に入ってさらに前に踏み込んできそうです。5番の尾崎が7番土屋を捉えた。2コーナーからバック、後ろは6番の青木美穂が切り替えて続いてきます。そして3番の佐藤優香、しかし7番の土屋尻も2番手粘っている。土屋が2番手粘っていきました。その後ろから1番岡本里奈、5番尾崎睦美、4コーナーまた5番尾崎睦美先頭で7番土屋尻、5番尾崎睦美だ。尾崎が連勝のゴールイン、今日も豪快に押し切りを決めています。先に後ろから6番の加藤舞が上がっていく。加藤も加瀬の後ろを狙うような感じになって残り2周、加瀬の後ろが岩崎と加藤で並走になっています。そして昨日は前に出ていった5番藤谷春菜が1番後ろからになって、4番加瀬かな子の後ろは並走から6番加藤を前に変わりました。2コーナーからバックに向かっています。前で待つのが7番荒川光、2番高橋理香、今度は宇宙救いの感じで藤谷、サイド3番今度は岩崎由美子が仕掛けてきました。岩崎が先行勝負に出るのか、1番前に出ていきます。前から7番荒川光が2番手、そして加瀬かな子いた、加瀬かな子が行きました。後ろは6番の加藤前が続く感じですが、加瀬が一気に2番手から先頭を伺ってきますが、岩崎も先行勝負から粘っている。そこをねじ伏せていきます。4番加瀬かな子は先頭に勝って、後ろは6番加藤前が続いた。その後ろは2番高橋理香か、あるいは7番奈良川光、3コーナーカーブ、4番加瀬かな子先頭で6番の加藤前が追っている。内側では3番吉崎由美子、加藤前踏み込んだ、横並った4番加瀬かな子、6番加藤前の追い込み、加藤か、加藤差し切ってゴールイン、加藤がわずかに捉えました。4コーナーをカーブして3番須藤とこの2人が上がっていきました。赤番周回に入っていきます。2番一戸の横、そして前の中部を抑えてきました4番の三浦、すかさず2番の一戸が3番手の外、さらに仕掛けていくのか、1番の伊藤も踏もうとしたんですが抑える感じで2番の一戸が抑えながら、前では4番三浦のペース上げた一戸で、今度は前がもがき合いになる。2番の一戸がここは叩きました。4番の三浦は叩かれてインで粘った。2番と3番手攻防になっています。堀内のところで三浦が粘りました。三浦が2番手奪う感じになるか、そして中部がまくった1番伊藤のまくりだ。1コーナーからセンター伊藤がまくって一戸に迫ってきます。番手取っていた4番三浦も合わせようとしていますが、1番伊藤のまくり、5番の宮越合わせる感じで4番三浦も踏んでいますが、3コーナーのカーブで1番伊藤が前に出る。そして5番の宮越、中部勢あるいは3番須藤、4コーナーまた1番伊藤、5番宮越の追い込みだ。宮越差し切ったゴールイン、中部のワンツー決まっています。3番の矢口、4コーナーをカーブして仕掛ける気を伺って上がってきました。赤番周回3番矢口が上がって前の北日本勢を伺ってきます。5番山本は前からどうするのか、前から突っ張ろうとしているのか、あるいはイン粘りか。5番の山本はインで粘るのか、いや車を引いてきました。前3人難関勢出て、今度は6番吉田のかました。吉田が伊藤を連れて関東勢が一気にかましてきました。前から3番矢口が3番手になりそうです。7番加藤、4番大西で、5番山本は後手に回って6番手、主導権関東勢、6番吉田が先行勝負で最終回、2番の伊藤が続いて後ろから山本のまくりだ。山本まくって矢口の横、矢口回せてまくっていく、矢口が合わせました。その後ろはさばきながら7番加藤を続く、3番矢口のまくりが決まります。3コーナーカーブ、3番矢口、7番加藤、その内側に2番伊藤もいますが、前難関勢なるか、吉田も粘っている。横からまた3番矢口粘って吉田、真ん中加藤、大里大西、加藤を差し切ったかゴールイン、一着争いになっています。加藤か粘った吉田か。
前では7番加藤織も突っ張る体勢を見せていますが、赤番周回7番加藤織が突っ張ってきます。7番加藤織が突っ張って上がりかけた3番佐々木は6番手中段に中部勢で突っ張った関東勢、7番加藤織が先行勝負に出ていくのか、2番の吉田、5番兵道で1番今内、4番手4番清水、3番佐々木がサイドを抑え返せるか、6番手7番加藤織が後ろを見ながら徐々にペースを上げていく、主導権関東勢になりそうだ。7番加藤織、2番の吉田、そして5番の兵道、サイド後ろから佐々木の巻き返し、7番加藤織も踏んでいるんですが、今度はもがき合いになるか、しかし7番加藤織が先行譲らなそうだ。2番吉田動いた、3番佐々木は2番手の外まで、2番の吉田が牽制しながら佐々木は外を浮いて、今藤が内側短期で切り込んだ、今度は番手のインに今藤が切り込んでいる、3個のカーブ2番手が並走になった、逃げる7番加藤織、2番手は今藤が奪いました。そして陽道か直線、7番加藤織、1番今藤の追い込み、加藤織、加藤織逃げ切ってゴールイン、加藤織が逃げ切りを決めています。1番菊池、2番高木と並走状態になってきます。外を抑えに行った2番高木で、菊池は前でどうするか、赤番2番の高木が抑えました。5番の岡部、4番稲村、6番笹倉が切り替えて車を引いた1番菊池は5番手からになります。菊池は5番手スローペース、2コーナーからバック、2番高木が後ろを見ながら5番岡部、4番稲村、6番笹倉で、1番菊池は5番手の位置、まだスローペースで2番高木がゆっくりとペースを握っています。1番の菊池はまくり勝負か、笹倉今度番手に行った、笹倉番手に行って、それを見て後ろから菊池が仕掛けるか、5番手の位置、2番の高木が先行して番手は岡部が守りました。最終回1コーナー、後ろから1番菊池まくっていけるか、1センターから2コーナー、逃げる北日本勢、2番高木、5番岡部が番手、6番笹倉が3番手で菊池がまくってきました。菊池の一気のスピード、岡部の牽制をかいくぐれるか、岡部も強烈にブロックした、岡部がブロックした、横のまた2番高木、外から岡部、菊池、真ん中大沢、広がったゴールイン、どうか、わずかに5番岡部か。5番の吹沢率いる関東勢が上がっていきます。赤番周回、5番の吹沢が上がって前の同期の3番森川を抑えに行きました。5番の吹沢が抑えて2番の岡、6番の岡田が続いて、今度は4番飯野が中段外、引いた森川がその内側で中段が一旦並走になっています。関東勢がペースを握るか、森川飯野に蓋をされて中段のうち、5番の吹沢がペースをつかんだ、2番の岡、6番岡田で主導権関東勢、中段は依然並走だ、外に4番飯野、内に3番森川で関東勢がペースを上げました。飯野が中段、飯野が中段で森川は後手に回って6番手、5番の木澤が一気にペースを上げました。2番の岡が番手で6番の岡田、その後ろは西田新離れて4番の飯野が追っている、森川も6番手からまくっているんですが、逃げる関東勢、5番の木澤、2番の岡、6番岡田、飯野がまくり追い込んできました。横のまた5番の木澤、2番の岡、吹沢、岡、岡並んでゴールイン、最後吹沢か、吹沢が逃げ切っての2着争いか。7番野口がクレーバー突っ張るぞという体勢、2番の伊早坂がそれを見て6番手、伊早坂も上がっていく、7番野口一気にペースが上がりそうだ、赤番7番野口が先頭を譲らない感じか、伊早坂も仕掛けていったんですが、ここは野口が突っ張っている、野口が突っ張って伊早坂は出られません、結局6番手に戻る。7番野口が今日も先行勝負に出ました。3番の江森、4番大木で主導権難関勢、5番の坂本4番手、1番佐々木、2番の伊早坂は6番手、7番野口がペースを上げました。3番の江森、4番の大木、主導権難関3セルの最終回、5番坂本4番手、1番佐々木で今度は北日本勢がまくれるか、7番野口がここで一気にペースを上げました。3番森、4番沖、5番坂本4番手からまくった坂本のまくり、北日本勢2番手、江森も牽制するが坂本乗り越えられるか、野口粘っている、迫っていった北日本勢ですが番手牽制しながら江森、4コーナーまた7番野口、3番江森、野口、江森、野口逃げ切ったゴールイン、野口が逃げ切りを決めています。
まずは北の2人が上がってきそうです。6番の太田が上がってきました。2番しかない。3番佐藤がその動きに続く感じになるか。前では4番長島ですが、赤町コーナーがリセンター。6番の太田が抑えました。3番佐藤が続いて3番手に上がる。4番長島は車を引いて5番手からになりました。3番佐藤が少し長島の動きを気にしながら3番手、長島も5番手から巻き返しに行っていますが、一気にペースが上がっている。前で北日本勢が先行勝負だ。佐藤は3番手、長島の動きを警戒しながら、長島は5番手、まくる勝負になっての最終回。藤原その後ろ、佐藤が先に動いた。しかない番手で牽制するが、佐藤が先に巻くていく。そこをめがけて関東勢だ。4番長島のスピード、一気にいった。前を捉えました。地元の藤原がぴったり続いた。その後ろは離れました。離れて佐藤あるいは田村で寄っている。前は人気の2人の一騎打ちだ。逃げる長島、追い込む藤原、直線。4番長島、1番藤原、長島だ。振り切った。ゴールイン、長島が振り切っています。その後ろ3着は接戦。